東京 FM トランスコスモスプレゼンツ松任谷正隆のちょっと変なこと聞いてもいいですか。どう演じるとかどう言うセリフを言うとか関係ないですよね、うん、相手がどんな風にしているのかっていうのをただ見て受け入れてるだけなことができるかどうかなんです、うん それは難しいんですよ。やっぱりつい次自分のやらなきゃいけないことをやらなきゃとかって思っちゃうんですよ、うん、何十年やってても、うんうん、やっぱりそうそうなんです。それができたら本当にできたらもうちょっとマシな俳優になってると思うんだけど僕はやっぱりね、うん、でもそこが面白いとこだよね。揺れるとこはね、うんまあ、そこが面白いまあ見てる人は面白いかもしれないけど、うん、やってる方はもういやでもやってるのも面白いでしょまあ面白い時もあります、うん、だってそこがまあそれそうですね、うん、あの完璧じゃないから向上心じゃないけどまああの行動展開決まってて、うん、その給付とかはやっぱりその時じゃなきゃ決められないことはあるからね、まあ、ニュアンスはね、うん届けするのは7月にリリースされた佐野史郎 meets スカイのアルバムからノスタルジア。そっと目を閉じてじっと息を凝らして体の奥底から青空の下駆け抜け君に会いに行きたい誰にも邪魔されず抱きしめたい手を伸ばせば伸ばすほど離れてしまいそう。東京 FM からお送りしていますトランスコスモスプレゼンツ松任谷正隆のちょっと変なこと聞いてもいいですか。今日のゲストは佐野史郎さんです。俳優、ミュージシャン、写真家など表現者として様々な分野で活躍する佐野さんですが経験を積むことによって新たな悩みも出てくるようです。なんかこう俳優にしてもミュージシャンにしてもなんか音楽のための音楽っていうか演じるために演じてるとか、うん、プレイするのが目的でプレイしてるっていうのが、うん、僕はよく分かんなくて、うんうん、こういう世界を作りたいから、うん、このプレイが必要だったり、うん、この世界を作るからこういう体の使い方っていうか演技っていうか、うんまあ、あんまり演技って言いたくないけど、うん、こういう音の出し方とか体の使い方でそれをこう表していくっていう喜びだと思うんだけど、うんなんかそこに自分がこうしたいみたいなことが入ってくると、うん、なんか入っていけないんですよね他人がほうほうなんかあそうですかってでそれはねなんかあんまり楽しくないもう一回分かりやすく説明して、うん、ください大事なところっぽい、うん、つまり もちろん音を出すのがいい音こういう音が出したいっていうのはもちろん、うん、今ミュージシャンの話、ね、ミュージシャンだよね、okay. まあでもセリフでも、うんその音を使って描きたい世界を描く、うん、その描きたい世界のためにはこの音が必要だ、うん、なのでこの音を出すっていうのと、うん、とにかく世界はどうでもいいから、うん、この音さえ出ればそれで満足なんだっていう、うん、他がどうであれ、うん、ほらできた、うん、すごいだろ、うん、よかった自分も満足だ、うん、っていうのは、うん、へーって
なんかこう聞き手というか受け取り手というか入れないんですよ、うん、でもそのことが良かったっていう観客や視聴者もいるのかもしれない。そうね、うん、わかる、そこですよね、うん、僕アレンジャーじゃないですか、うん、だから一応例えばギタリストはこんな音こんな音色こんな感じのプレーって思い描いていくわけ、うん、もちろんそれは大事なことですよ、でしょ、うん、でもギタリストは今そいつが一番自分の中で好きなギタリストの音を出したいわけだから、そういう音を出すんですよ。上手いやつイコール言うこと聞くやつとは限らない、まあ、それそれむしろ反比例するかもしれない、反比例する可能性の方が高い、うん、でそいつはそうやって弾こうとしちゃう、うん、でそれを気分よくそのままやらせるか、うん、それとも僕がいやそうではないからちょっと待てよ、これは耳が痛いぞ、うん、これもやっぱりまあ僕はまあドラマとかね、うん、そうやってレコーディングスタジオに行くようにドラマのスタジオで監督が求めるものに応えようと思って、うん、もちろんどんな現場もそうなんだけど向かうんだけど、うん、自分がこの譜面を読んだ時に、うん、俺はこの曲がこういう曲だと思うと、うん、思うじゃないですか、うんうん、もちろんそれがなければね、うんうんうん、でそれは違うよとか、うん、そういう会話ができれば別にいいですよ、うん、キャッチボールしてるうちに、まあ、いいものができてくると思うんですけど、うん、全く丘と違いなね、うん、解釈を僕なんかもする時あるわけですよ、うんうん、でもね、うん、佐野さんぐらいになると正直に答えてほしいんだけど、うんうん、その台本を見た瞬間に、うんうん、これ本当はこういうことをやりたい台本なのにこのセリフはちょっと違うんだろうな、それはなんか経験不足でこんな風に書いちゃってんだろうなぐらいに思うことあるでしょう。まあ山ほどありますそうだよね、それはでもちゃんと言いますよ、 だから、うわこんなに話しちゃっていいのか、うん、僕の場合はね、うん、大丈夫大丈夫、僕の場合はおかしいなと思って、僕は、まあ、もう書くので、うん、おかしいと思ったところは、うん、今はもうちゃんとシーンナンバー書いて、うん、改訂案っていうのを出します、僕。あ、そうなんだ、自分で。へ、変えたところはもう赤字で、うん、でなぜ変えたかっていうことは説明をちゃんと書いて、うん、こういう意図でこういうふうにした方がいい、うん、すると監督とかって どんな感じになる、まあ、それが通ることもあれば、うん、それはちょっと余計な情報になるので、うん、あのやめましょうと。やめた代わりにじゃあどうすれば成立するかっていうのは、うん、じゃあこういうのはどうですかってパターン、うんうん、そういうキャッチボールを やればもう絶対大丈夫ですよね。まあだからそのキャッチボールができる監督じゃないとダメ、ね、うん、そうですね、あれまあプロデューサーとかね、うん、なんかそういうふうに考えていくと、その僕らの音楽作るチームもそうなんだけど、うん、やっぱりそのドラマでも映画でも作るチームっていうのは信頼関係、もちろん信頼関係全てだよなとか思いますよね。全く共演者とかもちろんね、うん、そうだ、もう一件だけ話しておきたいことがあって、はい、どうぞ。何でしょう。写真、ああそうだそうだ、そうそうですよ、松任谷さんとはだからレコーディングの前は写真の番組で、うんうん、こっちが久しぶりに動いした時でしたよね。でその番組では僕と小山君堂とハービーさん、ハービー山口と3人で写真を撮ったやつを佐野さんが審査員で、そうそうそう、俺が審査って、それでその審査してるところを僕らがこう見る、ね、モニターで見てる見てるっていうのがあった。そうそう、すごい番組でしたね。今でも覚えてんだけど、なんか失礼がありましたもん、ね、いや失礼はないですよ全然、うん、あの最後に、うん、グランプリみたいなやつを一個、僕のスケボーみたいなのと、うん、ハービーさんの、うんうんうん、スナップね、うん、スナップとあって、あの佐野さんが、うん、その僕の撮ったスケボーのやつを、うん、なんかわざとらしいってほんで僕のが落ちたんですよそれ失礼なことって、でもまあ思ったんだろうな要するにだからなんか作為があるみたいな、そんなようなこと、作為ねえよってこっちでずっと言ってたんだけど申し訳ないでもまあ画角も構図もパキッて決まって、うん、そう
あまりにも決まりすぎてんで、いや なんか性格なんです。まあ、写真も音楽と一緒でね、やっぱりそのまま自分がどう見てるっていうのがそのまま映し出されちゃうじゃないですか、うん、だからこういうふうに見たいとか見、うん、僕はもうとにかくこう思ったものを作りたいっていうのがやっぱり自分の願望なんだなっていうのがあって、で今回の他の作品もそうですもんね。そうそうそう、で今回のその佐野さんの彫刻の森、うん、箱根の彫刻の森での、あのカレンダーも作られたんですよね、はい、来年度の、はい、でこの、うん、ほらこの、うん、メタモルフォーゼっていうあの写真になってる、はい、ピンホールカメラで撮られたんでしょ。そうですそうです。で結果が分かんない。そうそう、どう映るか分かんない。だからこれをやるのが佐野さんだよね。そうですね、うん、だから僕と 真逆。そうで、うん、だから完成はもうこういうのでなきゃならないって思う僕と、なんかその途中のプロセスを楽しむハプニングを期待する佐野さん。振り返るとこういうことだったのかっていう、プリコラージュっていうかな、うん、舞台裏、まあ曲もそうなんだけど、うん、あの曲人もそうなんですけど、自分が何を気にしてるかっていうのが、うん、一枚一枚じゃ分かんないけど、うん、全部並べてみるとなんか共通してるもんがね、あ、そうか、俺はそんな風に思ってたんだっていうのに、後で自分の無自覚、うん、その自分の無自覚と向き合うのがやっぱり楽しいでしょうね。長い髪を風に遊ばせ、ベルボトムの裾を引きずり、どこに向かって歩いてゆくの、その先に何が一体あるの、感情なんて邪魔なだけさ、僕たちだってただのものだよ、神様が作ったロボットなんだよ、東京 FM トランスコスモスプレゼンツ、松任谷正隆のちょっと変なこと聞いてもいいですか。今日は佐野史郎さんをお迎えしています。佐野史郎ミーツスカイのアルバムの中で松任谷さんが特に気になった一曲がありました。新しいアルバムにメロディーハウスってのがあるじゃないですか、はいはい、ありますね。あの僕はメロディーハウス育ちなんですよ。同じくです。でしょ、うん、あの竹下通りのところ
ちょっと入った、そうです、人がまだいなかった頃の右側にあった、そうです、輸入レコード屋さんで、あの店長だったかな、なんていう名前だったかな、その人がとにかく、うん、僕自分のプロデューサーだと思ってる。本当だってその人があの松任谷君、君はこれが絶対好きなはずだとか、これが好きだったらこれが好きなはずだって言ってレコードをずっと楽作ってた。鳥肌立っちゃった。あ、本当ですか。そうだから佐野さんがメロディーハウスっていうこれ曲を作った時に、うん、なんだよって思ったもん。なんで現場で言わないから。あ、そう。まあメロディーハウスの内容だって別にあのレコード店のことをまあ言ってるか言ってるけど、うん、まあ、うん、架空の、うん、実際にあるようでないような店のことを、うん、書きたいなと思って作った、うん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 、で作った時もねちょっと前だったけど、うん、もしも1978年に、うん、この曲が78年にリリースされてたらどうだろうっていう、うん、設定なの実は。もちろん松任谷さんがそんな通ってたのは知らなかったけど、うん、でもあの心の中のメロディーハウスはああいう感じかもしれないなと思いながら聞いてましたよ、うんうん、それでまあとにかく佐野さんの最新のアルバムになるわけだけど、うん、そうですね、まあなるんだけど世の中はまあコロナ、そして僕は多発性骨髄腫、うん、で闘病することになりっていう、うんうん、決してこう順風満帆ではなかったですけどね。やっぱり多発性骨髄腫ってまあ、昔だったら本当不治の病で死というものをやはり具体的に意識せざるを得ない、それは経験がやっぱり大きいですよね。そうしたまあだからって言って別にまあ生きてることに変わりはないので、ただ本当に好きに向かい合わないと悔いが残るぞとはやっぱり思いましたよね。それ生き残れた時の感覚ってどういう感じ。行きたいって思ったんです、ね、声に出して言いましたけどね、まだまだっていう、もう行きたいってすごく強く思った瞬間があって、うんうん、その翌日からやっぱりなぜか回復してた、回復してね、急に下がったんです、ね、まあそれは偶然ですよ多分、うん、かもしんないけど行きたいと思ったのは事実で、うん、そういう思いがやっぱり自分の中に強くあったので、歌詞も、まあ、ちょっと変えたりとかね、まあ、やっぱあんまり上っ面のその下があるから未来に向かってみたいなことは僕はあんまり好きじゃないけど、うん、ちょっとやっぱり希望持ちたいっていう、その上辺じゃないね、うん、少しでいいんです、少し明日一日明後日でもいいね、うん、そういう気持ちがやっぱり正直だったにあったので、それは歌詞とか音とかに反映されて、たのがそれまでと違う。なるほどね。それは強くありましたね。なんかだけどやっぱりこう僕らの年代、うん、まあ一緒に してしまいますけれど、いやまあそうですよね。あのそれこそティーンの音楽と違う役割っていうのがなんかあると思うの。うんうん、でティーンはなんか本当に頑張っていこうみたいな、うん、やっぱり先が長いから、うん、そうね、その先の不安っていうのがもうみんな本当に山のようにあると思うわけティーンには。だからああいう明るい歌が必要なんだろうと思うけれど、うん、僕らはなんかやっぱり本当にちょっとしたリアリティ、うん、それも少しこう希望のあるリアリティ、うんが欲しい。ちょっとしたことでいいんですよね。それはものすごく重要なんだ。うん、そうなんです、ね。なんか大きく感動したりとかじゃなくて、うん、愛いるとかね、うん。なんかこんなところにちゃんと花が咲いてるとか、うん、その些細なことでいいんですよ。うん、で、この番組でね、最後の質問なんだけど、はい、50年後、50年後の世界、うん。でも音楽はどうなってますか。音楽でもまあファッションでも何でもそうだけど、人の興味って面白いことってのに向くじゃないですか。そうですね。面白いとかかっこいいとか、なんかそれその価値観が、うん、こうその年代によってもみんな違うわけじゃないですか、うん、だから面白いことにはきっと向くんですよね、うん、
だから面白いと思うからなんか70年代を掘り起こしてみたりみんなするわけじゃないですか。ところこのアルバムのそのメロディーハウスの50年後が今でしょ。そうなん、50年後どうなってますかって今みたいなんじゃないですかっていう、そうかもしれないね、感じかもしれないし ね、 本当にね、うん、分かんないですよ50年後、うん、とりあえずあの次 の、 あのコンサートのこと考えましょう。そうですね、はい、あとまあ写真展もね、はい、あの伺います。ぜひ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。